冬来るで。ペリコでーす。熱帯植物の越冬準備終わりましたか？日本の冬さん、向こうに比べたら寒いのよね。熱帯植物の越冬には花粉が必要です。食虫植物で言ったらネペンテスの定置性とかですね。彼らをいつ室内に取り込むのかっていうと、金木犀。北海道と沖縄の人には申し訳ないんやけど、本州は金木犀が咲きます。あの花が咲いた時には越冬準備終わってないといけません。え、でみんな今年は何で行くん？ビニールで行く？温室買った？それとも園芸ラックで行く？うん、オッケー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 。え、まだ何もしてない？やばいで、それはやばいで、冬が来るで。まあそんなわけで、今回はまだ越冬の準備をしてない人、それから植物が高さ制限に達してしもて困ってる人、そういう人たちのための動画となります。このチャンネルは食虫植物の提供でお送りいたします。はい、今回用意したのはこれです。ちょっと下に向きましょう。コンテナ、この蓋使わないんでね、向こう持っていっときます。鍋用のコネジ、こういうやつを買いました。それからこれはサイズが 485×135×27mm のこういう長細いのを買いました。これ2枚入ってます。それから50ワットの水槽用ヒーターです。こういうものになってます。ここの上のこのなんかくるくる回せるところがあるんやけど、ここを回すと設定温度が変えれる。こうね、20度から34度まで変えることができます。赤いのも増えてるの見える？これが温度設定ができるタイプのヒーターです。で、A4 のファイルを入れておけるダイソーのケースになります。見えるかな、これ耐熱温度120度ってなってます。これやったらね、中のがお湯になっても変に形が変わったりとかしないと思うんで、これにしました。それからファンです。40ミリのファンです。ちっちゃいね、こんな感じのんです。ちっちゃ。それからライトです。植物用のライト、水槽とかの上に置くタイプのやつになってます。開けてみましょう。今回は28センチの4色のタイプのを使います。つけます。眩しい。こんな感じこんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。明るい。めっちゃ明るい。こんな感じです。あ、ちなみにね、このライト、青色もつくんですよ。青色、わかる？ちょっとなんかライトの加減でわかりにくいんだけど、私の顔で見たらわかる。青いやろ。青がつきます。で、白。キャッ！眩しい。ライト。以上が今回購入したものです。これらですね、コンテナ2156円、鍋コネジ107円、猫よけシート140円、50ワットのヒーター1499円、 USB ファン40ミリが1199円、水槽用ライトが1699円、ヒーターバスケット110円、締めて6910円、7000円で収まりました頑張ったやろ。さて、ここからはあと家にあるかもしれない必要なものを言っていきます。養生テープ、これね、強力なやつが青色でした。普通のやつ緑。で、なんか弱いやつが白？ピンクみたいなのもあったような気がする。床用やったかな？ 4 色？うん。なんか、それの強力のタイプのやつです。これ。ハンダゴテ。これがいります。それから、ライトとかをつけるための
USB とコンセントのついたこの一体型のこれを使います。お家に多分あるんちゃうかな。あ、なかったら買ってみてください。さあやっていきましょう。まずこのコンテナを洗います。なんで洗うかっていうと、このコンテナを作るときに金型から外すときにワックスをかけるらしいんですね。そのワックスのおかげでなんかね、トゥルトゥルなんですよ。で、水をつけるとなんかヌルヌルし始めるの。だからそれを取ってしまいます。使うのは歌丸ちゃん。じゃあちょっと洗いに行きましょう。あ、その前に、よいしょ、これいらんからね、この黒いとこ、これ外します。あとはこのシール外しとこうか。シールも外そう。外れるかな。いけそう。じゃあ洗います。洗えた。で、乾くまで待つのもあれなんで拭きます。OK、 拭けました。じゃあ次はマットを切ります。これね、このままやと1本分足りません。なので切ります。はい、そういうわけで一列切りました。ここ見えるかな、一列分がなくなりました。ちょっと鋭利な部分あるから後でもうちょっと切った方がいいかもしれん。で、二つをくっつけます。入れるで。ええやん、ぴったりやん。ええやん、いい感じ。次、ファンを取り付けます。この音質はサムネにもあったようにこうくっつきます。こうわかる？こうくっつくので、今から加工するのは上で、ファンって吸う方と出る方があるやんか。これどっち向きにつけたらいいと思う？ん？つけてみました。今風がこう流れてます。なのでつけるときはこう、音質の中の空気をこの子が吸い出す、そういう感じにつけます。ちょっと危ないから消しとこうか。ちょっとこのネジが邪魔なんで取りますね。このカバーも一旦取っときます。上の真ん中、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってことは 1,2,3,4,5、 ここ真ん中やね。ここにつけよう。この辺やね。これね、ネジ外した後のところ、ここ丸いの空いてるんですね。この丸のところにちょっと印入れます。どこ？ここかな、この前ね。よいしょ。じゃあこの点の部分穴あげます。まあ熱くなってます。このハンダさ、この柄の部分持ってな、こっち持ったらあかんで大やけどやで。よし、4つ穴開きました。で、これが
こうくっつくんで、これこのままやと空気全く吸ってくれないで、ここにも穴を開けます。もうブスブスっと開けていきます。伸びたやつを取れる間に取っとこう。あと熱かった。こんな感じで開きました。じゃあこれを取り付けます。このなんかモデルなんちゃらって書いてるのが外側やったよね。風が来るのが、うん、こっち。なので、うん。なんか来た。かけた。はい、これをここに取り付けます。で、ここね、ボコボコなんですよ。で、このままやると、この羽の部分、どうしても当たってしまうので、さっきついてたこれ、ちょっと使います。ここに当てて、使うのは園芸、何これ、園芸、何やっけこれ、何て言うんだっけ、あ、どうするした、まあいいや、この針金入ったやつ、これ使います。植物育ててたら多分お家にあると思う。これを穴2つに入れて、ちょうど半分ぐらい、この辺かな。よし。で、もう一個の方も。これで取り付けまーす。くっつきました。ファンおしまい。 OK、 次いきます。次、このファンがあるっていうことは空気が出ていくということです。出ていくということは入ってくるところを作らなくてはいけません。作ります。逆側のこことここに穴を開けます。もう一回、半田ごてさん出番です。あなたまだ炎症してんの。なんかOK、 これで通風穴ができました。はい、お次です。これこういう風に今乗っけただけですけど、このままもし小指ぶつけた、ワンちゃん猫ちゃんが当たってきた、どうなりますか。ガシャなるよね。なるよね。それをならないようにするための一工夫をします。ちゃんと両端合わせて、ここ、ど真ん中に穴を開けます。コードが何？真ん中どこだ？この辺だ。よいしょ。穴開けたらすぐに抜けんと固まんねん。よし。危ない。いけるかな。じゃあ逆からもいきます。で、合ってるかな。はい、これで真ん中もう一回開けます。この辺かな。よいしょ。
ちょっとこの穴を広げます。でこの穴どうやって使うかっていうと、また閉めます。閉め、鍋こねじ、これを使います。で、ね、簡単、上から穴を合わせて差し込むだけ。これでネジを2つ刺しました。もうね何にしても開きません。それこんなんしたらあかんで、それは蓋開けるときやね。これでこれをちゃんと閉まってます。こうなってます。ここね、穴を通しただけ。でもこれでも自由度があんまないんで、こんなずれません。いい感じ。で次です。今度はヒーターを入れます。このヒーターね、一応全体使っといてほしいということなんで、つけます。今はとりあえず26度。あ、もう上の加工終わったんで、上の抜けます。さあ、今ファンこっち側につけてましたよね。こっち向きにつけたら、今度は逆側にヒーターを置けます。さっき取り付けたファンは空気を出す方でした。暖かい空気を真下で作ってたとしたら全部抜けちゃうよね。あかんな。うん、あかんので逆側につけます。このあたりにこのコンセントを外に出したいんで、穴を開けたいと思います。ないかな。この辺こっちがいい。この辺開ける。角があんま開けたくないよね。ここかな。以上、これでどうかな。これかな。ギリ入る。ちょうど入った。よしよし。で、ここ。コードちょっと余らしときます。こんな感じ。この穴のとこから空気漏れちゃったりとか出てたり入ったりとかしちゃうんで、テープで止めます。ヒーターこんな感じでくっつきました。で、忘れてた。さっきファンつけたよね。ファンって外向きにって言ってたけど、あれ、間にさ、高さ調節するために私、なんか、
蓋みたいな、なんか間にかましたやんか。あの隙間から空気入っちゃうんで、あれも止めます。今やった隙間ってここね。ここの隙間から空気を吸っちゃうの。そしたら中の空気を吸ってくれないんで、ここを埋めます。こんな感じでくっつきました。隙間なくなりました。じゃあ次、ヒーターのところ、お水入れます。外が暑いんで34度の一番高いのに設定してみました。どのぐらいでどういう感じになるのか試してみたいと思います。使うのはスイッチポットの温湿度計です。これ使います。入れておきましょう。今ねここね、あのあれなのよ、太陽が当たってるから、とりあえず湿度がどのぐらいまで上がるか、それを試したいと思います。まあ、てわけでですね、ちょっと10分ぐらい離れたんですけど、すでに 75% まで上がってましたね。ここでゆっくり食べながらさ、何歩ぐらいまで上がるか見ようと思ったのに。今日のお供はどん兵衛鴨だしそばでございます。9月に新発売になったらしいねんけど、見て、まるちゃんのさ、エビ天あるやん、あれの舞茸味出てんね。びっくりした。めっちゃ美味しいね。これもう黄金セット。ちょっとこっち。いただきます。80きた、80。そうそう、水槽クーラーとつないで、そうそう、この、猫よけマット。猫よけ使うと、スペースしかないんですけど、あれ、鳩よけ、カラスよけとかも売ってるんですよ。100均行ったら売ってます。それを使うと、高さが結構あるんで、10センチぐらいはあるんかな。うん。10センチぐらいはあるんで、そっちの方が、もしかすると、こんだけも高さあるから、使い勝手はいいかもしれないですね。ここに入れたのが15分ぐらい前なんで、その時で、60いってなかったよね。58とかやった気がするね。56、58、なんかそんなんやったと思うんで。めっちゃ早い。これ開けたらもわーしてんで。83、十分よね。湿度としてはね。で、湿度を上げるために加湿器入れる人もいると思うんですけど、こんだけ上がんのやったら加湿器いらないです。で、それから、ヒーターのところにブクブク入れた方が水が対流して温度変化とかそういうので変な誤作動したりとか壊れたりとかせえへんっていう人もいます。なのでヒーターのところ
ブクブク入れてみてもいいかもしれません。そしたらね、外から空気が入ってくるんですよ。ブクブクが入ると。で、まあね、あそこのヒーターと同じところの穴から出せばいいだけなんで、やってみたい人はやってみてください。ごちそうさまでした。で、最後、これですね。ライトを取り付けます。これ水槽用なんで、もうちょっと上向けようか。これ水槽用なので挟むことができます。こんな感じ。これで今真ん中についてます。電気つけました。ごめんね、明るいところでやってるからなかなか分かりにくい。さっき捨てちゃったんやけど、このコーナーで売ってたコンテナ、サイズが、内寸46、30、28.6 みたいな。で、外寸55、38.3、31.3 センチのものを使ってます。これで、どのぐらい鉢置けるかな？試してみましょう。うん。なんだかんだ言うと85になってます。一気に下がっていく、下がっていく。よし。じゃあ、君はもうお役ごめんな。次。じゃあ、このちっこい鉢、いくつ置けるか。足りんか。1、2、3。こちら、CSM90MOSG。これね、3号のポットですね。12個置けます。120です。あ、3つは無理か。縦にね、3つは無理やったけど、3、3、2、8個置くことができます。見えるかな？はい、こんな感じです。んちゃん。な、8個置けただいぶすごいサイズよね。ね。で、多分このくらいじゃない？鉢のサイズも。ね。んちゃいまっか。と思います。というわけで、まだ準備ができてない方、これ見て作ってみようって思った方、ぜひやってみてください。それから、私これいらんねんやん作ってないやねんけど、いらんねんやんか。次回の関西集会で7000円で売りたいと思います。合計金額ね、6910円なんで、90円ぐらいはちょっとコーナーに買いに走った時の、はい、と手間賃みたいな感じで思っていただければありがたいです。で、今回作ってみて思ったんやけど、ライトをもう一個増やしてもいいかもしれへん。明かりが足りひんというよりかは置ける置けるんで、もう一個置いてもいいかもしれないなと思いました。まあ、この辺はね、好みのライトとかそれぞれあると思うんで、いろいろと試してもらえたらなと思います。今回使ったもので、ネットで買えるものは概要欄に貼り付けておくので、ぜひ見てみてください。それでは皆様、良き食虫植物ライフをお過ごしください。ほなまたね。食虫植物専門のチャット、食虫植物友の会が LINE オープンチャットにて全体公開中です。育てていてわからないことを聞いたり、趣味家がイベントや自生地の報告をしたりなど、初心者さんや普段なかなか愛好仲間を見つけられない方にもおすすめのオプチャになってます。
食虫植物が好きな人のご参加お待ちしております。気になる人は食虫植物友の会で検索してください。